小松、山崎、ワンツー、外側ボールワンスリー、一応できるような気がするんですかね。打ち上げてファール、さあフルカウント、1回と同じフルカウントで見逃しの攻撃です。本人は話してました。江川さん、で今までは割とそんな端っこ狙わなくても真ん中でも球の勢いで三振とかあのアウトカウントが増えたわけですけど、決めてくるんですよね。ただそういうコントロールを身につけるというのはまた大変なんで、難しいですけどね。なるとね、なかなかこっちで進行しませんもんね。そうなんですよね、その辺がまた野球の面白さでもあると思いますけどね。もっと楽になるのになと思うんですけどね。ランスリー、これも狙ってくる駒田、空振り、ツースリー、ツースリーでランナースタート、バット折れました、サードフライしますけどね。バットは